創発 PO の阿部です。創発的研究支援事業は多様性と融合により破壊的イノベーションにつながるシーズの創出を目指す創発的研究を推進するため、 PI を目指す若手研究者に対して研究に専念できる環境を確保しつつ長期の支援を行う新しい制度です。既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的融合的な研究課題の実現を期待される次世代のリーダー候補を育成するためのプログラムです。本パネルの扱う領域は自然との共生を図り、人類の生存にとって必須の食を含む多様な生物マテリアルの生産及びそのマテリアルの変換を探求する研究領域となります。地球的規模でさまざまな課題が山積する今日、農学研究が日本と世界に果たすべき役割は非常に大きくなっています。農学領域が抱える社会課題は、国内においては人口減少と少子化に伴い、農業従事者の減少と高齢化が進行し、弱体化しつつある農林水産業、食品バイオテクノロジー産業を成長産業へと転換すること、食料の安定供給体制を構築することです。世界においては100億人の人類生存のための食料生産の確保と地球規模での環境保全、自然共生が挙げられます。環境変動や自然災害への対応も解決すべき重要な課題です。このような課題を抱える農学領域において大きな変革をもたらす起爆剤となる研究提案を皆さんには期待しております。挑戦的な研究の実現には時には困難が待ち受けるものと思われますが、プログラムオフィサーを含むアドバイザーで構成されるメンターチーム、本事業事務局が一体となって研究期間中研究者の皆さんと伴走いたします。また本事業では創発の場としてパネル内および異分野パネルの研究者やアドバイザーの方々との交流の機会も予定されており、ぜひ相互に刺激啓発し合いながら自由闊達に研究を進めていただきたいと思います。メンターチーム事務局一同皆様よりの魅力的な提案をお待ちしております。